皆さんこんにちは。知のための認知症予防動画です。今回は注意力と判断力を高める効果があると言われている違う漢字探しです。マスの中に漢字が書かれていますが、一つだけ違う漢字が紛れ込んでいます。その漢字はどれなのかを探してみてください。制限時間は50秒です。全部で5問あります。それでは早速やってみましょう。1問目です。挙手の挙という漢字です。さあ、違う漢字はどこにあるでしょうか。答え合わせです。ここに拳という漢字が紛れていました。2問目です。順という漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか。答え合わせです。ここに Y という漢字が紛れていました。順は二水ですが、 Y は三水でとても似ていますね。3問目です。最もという漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか。答え合わせです。ここに犬という漢字が紛れていました。4問目です。甘いという漢字です。どこに違う漢字があるでしょうか。
答え合わせです。ここに二重という漢字がありました。この二重という漢字は二十歳という意味もあるそうですよ。最終問題です。最後は難しくなります。お茶の茶という漢字です。答え合わせです。ここにダビにフスのダという漢字がありました。いかがでしたか？漢字探しのこの動画は脳を活性化しますので、できるまで何度も挑戦してみてくださいね。知のための他の動画も見て脳を若返らせましょう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いします。